香川県立高松西高等学校。香川県立高松西高等学校は、香川県高松市木梨市町山口にある公立の単位制普通科高等学校。略称は、西高等学校。昭和40年代後半、人口増加による生徒数の激増のため、高松市内の高等学校は、全国有数のマンモス校、多生徒数となった。市内に、 新興建設をとの機運が高まり、高松市木市町の丘陵地に建設されることとなり、1976年11月、高松高等学校に、高松西高等学校設立準備室が設置された。第一期生の入学選抜は、校舎建設途中であったため、高松高校で行われた。この後、高松市周辺では新興建設ラッシュとなり、高松北高等学校、 香川中央高等学校、高松桜井高等学校、三木高等学校が相次いで設置された。制服は男子が爪襟の学生服、女子が紺のブルザーである。交渉は男女関係なく一種類である。女子の靴下は白色である。高松市西部の丘陵地にあり、教室から窓の外を見ると一面に緑の山が広がっている。 校舎は霊界があるなど、特徴的な構造をしている。グラウンドと単位区間は二つずつある。二つ目の単位区間は1998年に落成しており、開き1号分と呼ばれる古墳跡がある。6次元55分授業を採用し、通常4時間目後に設けられる昼休みは3時間目後となり、50分授業の場合3時間目後か4時間目後。 正午頃に昼休みとなる。また、一部の日を除いて4時間目後にも昼休みが設けられており、3時間目後の昼休みを昼1、4時間目後の昼休みを昼2としている。これにより時間割が変則になっており、校舎の特徴と同じく入学したばかりの学生の混乱のもとになっている。なお、昼食は3時間目後の昼休みに食べる人が大半で、 2002年から2学期制が取られていたが、現在は3学期制に戻っている。2011年度からは、朝の読書が実施されている。山口1号線を上り終えるとある、神田会見には、伝説の生き物、キナシーが住んでいるという、四国新聞の1日一言にも取り上げられた。2008年に、生徒857人分の氏名や住所、顔写真、電話番号、 自宅周辺地図などの個人情報が記載されたファイルを一冊、紛失した。2005年にも職員室の机上にあった当時3年生の調査所原稿が職員の夏休み出張中に紛失している。そのため学校側の個人情報管理の甘さが指摘されている。再発防止策として職員室等個人情報が存在する部屋は 生徒、職員以外の立ち入りを禁止することなどが行われている。2018年に2年生の学級担任をしている30代の女性教諭が生徒33人分の定期講座や校内、実力テスト、校外模試などの成績が記された資料を別の生徒にご送付し、一部の生徒の個人情報が流出した。 学校が木梨駅西方の丘陵地にあるため急な坂道、通称山口一号線を登らなければならない。大部分の生徒は自転車通学をしており、1994年度までヘルメットの着用が義務付けられていた。山口一号線は雨の日は生徒を送迎する保護者の車で混雑する。地形的特徴からしばしば交通事故が起こるため、 学校に近接する木梨駐在所の警察官が山を登り切ったあたりで立番警戒を行っている。また、毎月1日からの1週間を西高交通安全週間とし、その間は通学路の事故多発箇所で教師が交通指導を行っている。木梨地区は盆栽が世界的に有名なため通用門付近に盆栽も交通マナーも日本一というスローガンを 掲げている。これは、生徒から募集し決定されたものである。成功祭と呼ばれ、通年9月の第1金土曜日か、第2金土曜日に行われる。毎年全体のテーマがあり、大多数のクラス、部活動はそれに沿った出し物をする。ただし3年生や補修家は、文化祭の出し物はなく、文化祭は金曜日のみの参加となる。開催式では、 通年吹奏楽部の演奏が行われる。年によっては、開会式では、文化祭の準備の様子が、スライドショーで流されることがあり、1、2年生の準備の様子が流される。文化部、同好会が総出演した年もあった。1年生を対象に行われていた、宿泊学習。愛媛県大須市にある国立大須青少年交流の家で行われていた。この場合、 小テストや自主学習といった勉強中心の宿泊学習となるが、他にカヌー体験やキャンドルサービスがあり、クラスごとにスタンツも行われる。大津に移行する前は高松市北東部の八島にある香川県八島少年自然の家で行われていた。複数泊で5分前行動など精神面を鍛えることを目的としており、内容はキャンプファイヤや地引きも、 半号水産、参道の補修など、また、一時期スキー合宿などが実施された時期がある。一年生を対象に行われるイベント、学校や香川県青年センターなどで行われる。内容は、クイズやバーベキューなど同学年内での交流を目的としたものになっている。開校当初は、新州や富士山、鎌倉が中心。 1992年から2002年までは韓国への修学旅行が実施されていたが、昨今の朝鮮半島情勢の不安定化により中止となった。また北京への修学旅行も計画されたが、これもサーツ流行、反日デモなどの理由から中止されており、2003年以降は行き先が国内のみとなった。特に北海道への修学旅行が多く、2007年からは、 毎年北海道が行き先に選ばれている。体育祭では3年生のみ仮装が行われており、毎年クラスごとにユーモアに富んだ衣装を作成し、開会式の更新に参加する。また、3年生は浴衣を着ての盆踊りも披露する。雨天の場合は、体育館で行われることもあるが、仮装と盆踊りも体育館内で実施される。最近では、運動部では、 水泳部とアーチェリー部、応援部、文化部では放送部とコーラス部が特に高成績をとっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。